問題です。麺は麺でも食べられない麺はなんだ。正解は僕ですね。なぜなら、イケメン。もうずっと。メガネめっちゃ曲がってるわ。やば。お疲れ様です、今2時ちょい過ぎなんですけども寝台2台打ってベルセルクの570ハマリ打って、いやー何なんだろうな、すぐ当たったんですけどガチャガチャやって結局終わっちゃいましたねで2台目がニャンコ大戦争700手前から打って、これもなんかよくわかんないですけどね、800のゾーンで当たってなんだろうな、800のゾーンで刺して、まあ、結局なんか凱旋とハーデスを足したような台だったな恋持ちも悪いからね、多分出るときは出るんですけど、まあ、400枚ちょい、まあ、出た方なのかな、わかんないですね、まあ、とりあえず今4戦勝ちです。今8時半でカバネリの天井短縮の270打って今日終了ですね。今日は1万円勝ちです。よかったよかった。
まあ、あの店ね、まあ、前立腺なんでね、それで1回目のあたりが、まあ、100ゲームちょいだったんで、これをチャンスモードだと仮定したらですね、まあ、2スルー、まあ、有力感900余りぐらいでも期待値あるかなと思って打ったっていうのが建前でですね、本当はちょっともう暑すぎて、もう歩きたくなかったからっていうのが理由ですね。はい。かなちゃん休憩。うん。めちゃくちゃ暑かったんで、もう今日なんかもう2万歩近くとか歩いたら、さすがにちょっとこれはやばいなっていうふうに思ったんで、打ちました。それがね、功を奏しましたね。今夜8時ですね。今日は夕方まで予定あって、オキドキゴールド1台打ちました。投資が800枚で、回収が1600枚ちょいで、1万5000勝ちです。いやー、本当に大事だわ、一休み。やっぱね、かなちゃんとこういう感じで戯れるのいいですね。会計がですね、こちら、じゃじゃん。ほんの小さな出来事に3333円だったんですよ。それで僕彼女に33円でしょ。なんかこういうの好きなんですよね。なんか全部3333ってなってるっていう。ちょっとめでたいなと思って、ちょっとね、3%のほろ酔い飲もうと思ったんですけども。普通に 7% の氷結飲むと買ってきちゃいました。というわけでゾロ目に乾杯というわけで、あ、鼻毛めっちゃ、あ、これゾロ目揃うと鼻毛出るんだよ。朝から打てるんで頑張りたいと思います。有力感1100ハマり、ボーナス感500ハマりハマってる1スルーの大打ちですね。投資が4万8000円で、回収が200枚弱で、4万3000負けですね。生きてる、生きている。いや、天国上がんなかったっすね。いやいや、もう、ああいうね、一見美味しそうに見える、1スルー1100ハマり、それボーナスかもハマってるだよ。あれ、罠ですからね。うん。かなちゃんのハニートラップ、完全に。一瞬美味しそうに見えるけど、どうせ通常 A ですから、だいたいああいう台。うん、通常 A だから2000踏んでも飛ばないよ、つって。全部ね、もう、かなちゃんのね、甘い罠、思うツボなわけですよ。ほんとに。そのハニートラップにね、俺毎回引っかかっちゃうんですよね。天気もいいしな。酒飲みたくなるわ、これ。まあ、とりあえず、他に台探したいと思う。あの、かも、あの、ちもす、あの、他に台探したいと思います。あー、外飲み最高。お疲れ様です。今ですね、あの、
終電乗り遅れてですね、まあ結局今から満喫向かってまーす。あー、やっちゃってるわ。お疲れ様です。無事個室の漫画喫茶に泊まることができました。こちらの蒙古タンメン中本のカープラーメン買ってきたの。これ食べて寝たいと思います。眠い。いただきます。ね、これうまいんだよな。うん、あ、カレー、というわけで、この動画を見て、俺は早く家に帰ろう。うん、家で寝たいわ、って思っちゃった人は、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。